あの人間、確かイーゴンと言ったか。この辺りにはいないようだな。いや、守る。この声は、いや、声ではない。なんだこの感覚は。魔王長、そちらです。これが魂の律動。この声をたどれば。我が使命により貴様らを浄化する。
私を甘く見るな。そうは将の元に出せる。いい形を貫け。
いいか、お前の剣に必要だ。任せて。浮かんだい。まさか同盟を結ぼうというのですか。元は一つの国だったルカルダとベイルゼが再び手を取り合いまとまろうとしているのだ。止まっている暇はない。
浄化を進めよう。その運命に終止符を打つ。無駄な抵抗だったな。歪みし魂を今解き放たん。
部に備えねば。我が使命に応じ、貴様らを浄化する。死ぬ時を生きる。逃げよイーゴン。浄化を進めよう。世界の救済を進めねばな。私を甘く見るな。
ありがとう。私にはその気持ちだけで十分。これでようやくルカルダへ嫁ぐ覚悟ができたわ。さあそろそろ中へ入りましょう。それでこそ我が精鋭と言えよ。近々ルカルダはファルムに対し襲を仕掛け、その戦いにベールゼも加わってほしいとのこと。奇襲？お待ちなさい。この奇襲を待っているアメリカ。
この辺りからか、あの人間の魂を強く感じる。これは来たのか。もしかして俺を神の戦士にしようというのか。それが分かっているならばなぜ拒んだのだ。俺はアメリア様を守りきれなかった。騎士という立場に縛られ誓い一つ果たせなかった。神の戦士となる資格などない。その悔いはお前自身の強さだ。私は世界を救済するため強靭な魂を求めている。世界の救済？この世界は滅びに瀕している。深海、地上界、お前の国の痕跡、お前の記憶も何もなかったことになる。死んでなお守れというのか。ああ、死の先を行く者よ。まだ戦う意志があるならばこの手を取るがいい。
隠れていないで出てきたらどうだ。お前はエインフェリアを獲得したのか。誰かと聞いている。まだ何も知らないようだな。想像されたばかりか。ここは一つ試させてもらおう。そこそこに使えるか。どうやら味方ではないようだ。ならばどうする。オーデン様にあだなす敵討伐する。恐れるな。なぜヴァルキリーが私の邪魔をする。おかしなことを。むしろなぜヴァルキリーである貴様がそれを問う。どういうことだ。私の名はヒルド。貴様とはまたどこかで会うかもしれんな。わからないことは。オーディン様に敵対するなど。ヒルドだったか。見た目はヴァルキリーだが仲間ではなさそうだ。敵か味方かは関係ない。オーディン様の敵となる者は切り捨てるのみ。深海へ戻るぞ。分かった。You